ウィリアム・ジェニングス・ブライアンはアメリカ合衆国の政治家、演説家、弁護士。中西部イリノイ州生まれ、政治家としてはネブラスカ州出身である。1896年頃から民主党の有力者として大統し、1896年、1900年、1908年の3回の選挙で民主党の大統領候補として立候補した。また、 会員議員を務め、ウッドロー・ウィルソン政権では国務長官に任命された。庶民の知性を信じていたことから、しばしば偉大な平民と呼ばれた。イリノイ州で生まれ育ったブライアンは、1880年代にネブラスカに移住した。1890年の選挙で会員議員に当選し、2期務めた後、1894年に上院議員に立候補したが落選した。 1896年民主党全国大会で、ブライアンは、金の十字架演説を行い、金本位制と東部の富裕層を攻撃し、銀貨中増量増加を中心としたインフレ政策を主張した。現職のグローバー、クリーブランド大統領及び彼の支持層であった、保守的なブルボン民主党を否定して、民主党大会はブライアンを大統領に指名し、ブライアンは、 アメリカ史上最年少の大政党の大統領候補となった。その後、ブライアンは左派、人民党からも大統領に指名され、多くの人民党員がブライアンを慕って民主党に入った。本選挙では共和党のウィリアム・マッキンリーが勝利を収めたが、ブライアンは本選挙で選挙人を獲得した最年少記録を樹立し、これは2020年現在も破られていない。 ブライアンは1896年に27の州で500万人の徴収を集めた全国遊説を初めて考案したことで演説家としての名声を得た。ブライアンは民主党の支配権を維持し1900年に再び大統領に指名された。米政戦争の後、ブライアンはアメリカ帝国主義の猛烈な反対者となり、彼の選挙運動の多くはこの問題を中心に、 行われた。本選挙では、マッキンリーが再びブライアンを破り、1896年にブライアンが勝利した西部のいくつかの州で勝利を収めた。1900年の選挙後、ブライアンの党内での影響力は弱まり、民主党は1904年の大統領選挙で保守派のアルトン・パーカーを指名した。パーカーがセオドア・ルーズベルトに大敗した後、ブライアンは、 党内での地位を取り戻し、両党の有権者はブライアンが長年支持してきた進歩的な改革を次第に受け入れていった。1908年の大統領選挙で、ブライアンはサンド党の指名を勝ち取ったが、ルイズベルトの後継者に選ばれたウィリアム・タフトに敗れた。これにより、ブライアンはヘンリー・クレイと並び、修正第12条の批准以降に行われた大統領選挙において、 投資名を3回受けたにもかかわらず、一度も大統領選挙に勝ったことのない二人の人物の一人となった。1912年の選挙で民主党が勝利すると、ウッドロー・ウィルソンはブライアンの指示に報いて国務長官という重要な内閣のポストを与えた。ブライアンはウィルソンがいくつかの進歩的な改革を議会で可決するのを助けたが、第一次世界大戦における 英国の中立性をめぐってウィルソンと衝突し、国務長官辞任にまで至った。辞職後、ブライアンは民主党内での影響力の一部を保持したが、彼はますます宗教問題と反進化カロン活動に専念した。彼は宗教的及び人道的な理由でダーウィニズムに反対し、1925年のスコープス裁判で最も有名になった。1925年に死去して、 以来、ブライアンは、様々な論者から、様々な反応を引き出してきたが、彼は、革新主義時代の最も影響力のある人物の一人で、あったという点で広く一致している。イリノイ州セーラムにあるブライアンの成果。ブライアンの妻、メアリー・ベアード・ブライアン・ベインゴ氏。ウィリアム・ジェニングス・ブライアンは1860年3月19日、イリノイ州セーラムで、 サイラス・ギラード・ブライアンとマライア・エリザベス・ブライアンの間に生まれた。サイラス・ブライアンは1822年に生まれ、1851年にセーラムで法律事務所を開いていた。1852年にマッケンドリー・カレッジの元生徒であったマライアと結婚した。スコットランド系アイルランド人とイギリス人の家系を持つサイラス・ブライアンは熱心なジャクソン派の民主党員であった。 州巡回判事に当選し、1866年には、セーラムの北にある520エーカーの農場に家族を移し、マリオン軍の戦亡の的であった10部屋もある家に住んだ。サイラスは、地元の様々な役職につき、1872年には、会議員に立候補したが、共和党の候補者に、僅差で敗れた。アンドリュー・ジャクソンとスティーブン・ダグラスを崇拝していた。 サイラスは息子のウィリアムも民主党員として育てたことで彼も生涯民主党員であり続けることになった。ブライアンはサイラスとマライアの4番目の子供だったが3人の警視は全員入児期に死亡した。ブライアンには5人の定米がいたがそのうち4人は成人まで生きた。ブライアンは10歳まで母親の家庭教育を受けていた。ブライアンは 創熟な弁絶の才能を発揮し、4歳の時には早くも人前でスピーチをしたという。サイラスはバプティスト、マライアはメソジストだったが、ブライアンの両親は彼に自分の好きな方の教会を選ぶことを許した。14歳の時、ブライアンは会心体験し、彼はそれが人生で最も重要な日だったと10回している。15歳の時、ブライアンは イリノイ州ジャックソンビルの私立学校、ウィップルアカデミーに通うことになった。ウィップルアカデミーを卒業後、ブライアンはジャクソンビルにあったイリノイ大学に入学した。在学中、ブライアンはシグマパイ文学協会の牧師を務めた。また、人前で話す技術を磨き続け、多くの討論会や弁論大会に参加した。1879年、ブライアンは、 大学在学中に近くの雑貨店の店主の娘メアリー・エリザベス・バードと出会い彼女に求愛するようになる。ブライアンとメアリー・エリザベスは1884年10月1日に結婚した。メアリー・エリザベスはブライアンのキャリアにおいて重要な役割を果たす。彼の通信を管理したりスピーチや記事の準備を手伝ったりするようになる。大学を主席で卒業したブライアンは シカゴのユニオンローカレッジで法律を学んだ。彼は父、サイラスの友人であるライマン・トランブル、元上院議員の下で働いていた。トランブルは1896年の島でブライアンの良き政治的名優となった。ロースクールを卒業後、ブライアンはジャクソンビルに戻り、地元の法律事務所に就職した。ジャクソンビルには政治的にも 経済的にもチャンスがないことに不満を感じた。ブライアンは1887年、急成長を遂げるネブラスカ州のシュートリンカーンに妻と共に移り住んだ。若き日のブライアン。ブライアンは、ロースクール以来のパートナー、アドルフ・スタルボットと共に、リンカーンで弁護士として成功を収めた。ブライアンは、地方政治にも進出し、ジュリアス・スターリング・モートンや、グロバーン。 クリーブランドなどの民主党員のために選挙運動を行った。1888年に効果的な演説で有名になったブライアンは、1890年の選挙で連邦会員議員に立候補した。ブライアンは、関税率の引き下げ、金と同等の比率での銀貨の発行、信託の力を食い止めるための行動を求めた。討論会での力強いパフォーマンスもあって、 ブライアンは保護関税を中心とした政党派の共和党の綱領で選挙運動を行っていた現職の共和党、下院議員、ウィリアム・ジェームズ・コネルを破った。ブライアンの勝利により、ブライアンはネブラスカ州選出の二人目の民主党員となった。全国的には民主党は下院で76議席を獲得し、過半数を確保した。 西部の農耕地の有権者から支持を集めた第3等の人民等も議席を獲得した。ウィリアム・マッケンドリー・スプリンガー会員議員の助けを借りて、ブライアンは会員の上下水道委員会で絶望されていた地位を確保した。彼はすぐに才能ある演説家としての評判を得て、当時の重要な経済問題をしっかり取り返することを目指した。金ピカ時代には、 民主党は二つのグループに分かれ始めていた。保守的な北部のブルボン民主党と南部の一部の同盟者は、連邦政府の規模と権力を制限しようとしていた。もう一つの民主党のグループは、南部と西部の農業運動を中心にメンバーを集め、農民を支援したり、鉄道を規制したり、大企業の権力を制限したりするための、連邦政府の介入の拡大を支持していた。ブライアンは、 後者のグループに属し、銀貨の自由鋳造と類進的な連邦所得税の確立を提唱した。このことは多くの改革派に好感を持たせたが、ブライアンの自由銀運動の呼びかけは、モートンや他の保守的なネブラスカ州の民主党員の支持を失うことになった。銀自由化の提唱者は、インフレの影響を恐れた銀行や債権保有者から反対された。ブライアンは、 多くの人民党員の支持を得て1892年に再選を目指し民主党の大統領候補であったグロバー・クリーブランドの代わりに人民党の大統領候補であったジェームズ・ B ・ウィーバーを支持した。ブライアンはわずか140票の差で再選を勝ち取ったが、クリーブランドは1892年の大統領選挙でウィーバーと現職の共和党大統領ベンジャミン・ハリソンを破った。 クリーブランドは、モートンのような保守的な民主党員を中心とした内閣を任命し、モートンを農務長官に就任した。クリーブランドが就任して間もなく、銀行の閉鎖が相次ぎ、1893年強行が発生した。これを受けてクリーブランドは、連邦政府が毎月数百万オンスの銀を購入することを義務付けた1890年のシャーマン銀。 購入法の廃止を求めるために議会の臨時会を召集した。ブライアンはシャーマン法を救うためにキャンペーンを展開したが、共和党と民主党の連合はこの法律の廃止に成功した。しかし、ブライアンは平時において初の連邦所得税創設を規定する修正案を可決することに成功した。1893年以降、経済が衰退するにつれ、 ブライアンと人民党が支持した改革は多くの有権者の間で人気を博した。1894年、ブライアンは再選に立候補する代わりに連邦上院への当選を目指した。ブライアンはまた、オマハワールド・ヘラルドの編集長にも就任したが、ほとんどの編集業務はリチャード・リーメ・トカーフとギルバート・ヒッチコックが担当した。全国的には、 1894年の選挙で共和党が大勝利を収め、下院で120議席以上を獲得した。ネブラスカ州ではブライアンの人気にもかかわらず、共和党が衆議会議員の過半数を選出し、上院選では共和党のジョン・メレン・サーストンに敗れた。しかし、民主党のクリーブランド派が信用を失い、ブライアンの希望する。 知事候補であったサイラス・ A ・ホルカムが民主党とポピュリストの連合によって当選したことで、ブライアンは1894年の選挙の結果に満足していた。1894年の選挙後、ブライアンは自由議員運動を盛り上げ、クリーブランド政権の保守的な政策から党を離脱させ、ポピュリストと自由任共和党員を民主党に誘い込み、次の選挙までに、 ブライアンの知名度を上げることを目的に全国各地で講演ツアーに乗り出した。講演料によってブライアンは弁護士業を放棄して講演活動に専念することができた。民主党指名金の十字架演説もし彼らがあえて野原に出てきて金本位制を良いものとして擁護するならば我々は国家と世界の生産大衆を背後に置いて彼らと徹底的に戦わなければならない。 商業的利益と労働的利益とすべての労働者の大衆の背後にある我々は金本位制に対する彼らの要求に応えるために彼らにこう答えよう。うばらの冠を労働者に押し付けてはならない。労働者を金本位制の十字架に貼り付けにしてはならないのだ。1896年までには党内では自由銀の勢力が台頭していた。多くの民主党指導者は ブライアンほど自由銀に熱心ではなかったが、ほとんどの民主党指導者は、クリーブランド政権の不人気な政策から党を遠ざける必要性を認識していた。1896年の民主党全国大会が始まる頃には、銀の自由化を長年支持してきたリチャード・ p ブランド下院議員が、党の大統領候補の筆頭候補になるとの見方が広まっていた。ブライアンは、 大統領候補として立候補することを望んでいたが、彼の若さと経験の浅さから、ブランドやアイオア州のホーレス・ボイーズ知事、アドレース・ティーブンソン副大統領のようなベテランの民主党員よりも知名度が低いと思われていた。自由銀勢力はすぐに大会を支配するようになり、ブライアンはクリーブランドを否定し、最高裁の保守的な判決を攻撃し、金本位制を 非アメリカ的であるだけでなく反アメリカ的であると呼んだ投稿量の草案を作成するのを手伝った。通称、ブライアン・マネーと呼ばれる、ザ・ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカやイン、ゴッド・ウィート・ラストをもじったトークン。保守的な民主党員たちは、党の綱領での議論を要求し、大会3日目には、各党が自由な銀と金本位制について議論するための演説者を出席させた。 ブライアンとサウスカロライナ州のベンジャミン・ティルマン上院議員が、銀の自由を主張する演説者として選ばれたが、ティルマンの演説はその集権主義と南北戦争への言及から南部以外の大議員には不評であった。ブライアンは大会最後の演説で金融政策をテーマとした演説をすることを任され、この機会を利用してアメリカを代表する民主党員としての地位を確立した。 ブライアンは、金の十字会演説で、金融政策をめぐる議論は、民主主義、政治的独立、そして、庶民の福祉をめぐるより、広範な闘争の一部であると主張した。ブライアンの演説は、歓喜に満ちた白紙と、30分以上続いた、大会会場での祝賀会に迎えられた。翌日、民主党の大統領投票が行われた。 イリノイ州のジョン・アルトゲルド知事の指示を得て、ブライアンは大会の第1回投票をリードしたが、指名に必要な3分の2の票を大きく下回る2位にとどまった。しかし、彼の金の十字架演説は多くの大議員に強い印象を残した。実力のない候補者を支持することを警戒していた、アルトゲルドのような投指導社の不信感にもかかわらず、 ブライアンの力は次の4回の投票で大きくなっていった。4回目の投票でリードを広げ、5回目の投票で指名争いに勝利した。36歳のブライアンはアメリカ史上最年少で大政党の大統領候補となり、これは2020年現在も破られていない。大会ではメイン州の裕福な造船業者で銀次優化と、 所得税導入にも賛成していたアーサー・セウォルをブライアンの副大統領候補に指名した。選挙運動中のブライアン、1896年10月、本選挙、近民主党として知られる保守的な民主党は別の候補者を指名した。クリーブランド自身は公にはブライアンを攻撃しなかったが、私的には共和党のウィリアム・マッキンリー候補をブライアンよりも支持していた。 これまで民主党の候補者を支持していた北東部や中西部の多くの都市部の新聞もブライアンの立候補に反対していた。しかしブライアンは人民党の支持を得てブライアンとジョージア州のトーマス・イー・ワトソンからなる候補者を指名した。人民党の指導者たちは民主党の候補者の指名が長期的には党にダメージを与えることを恐れていたが彼らは ブライアンの政治的見解の多くを共有しており、ブライアンとは生産的な協力関係を築いていた。共和党の選挙運動は、マッキンリーを繁栄と社会の調和の前進者として描き、ブライアンを当選させることの危険性を警告した。マッキンリーと彼のキャンペーンマネージャーであるマーク・ハンナは、マッキンリーがブライアンの演説力にはかなわないことを知っていたため、遊説ではなく、 家々を回り、投票と献金を要請する選挙運動を選択した。ハンナは前例のないほどの資金を集め、選挙運動代理人を派遣し、何百万部ものパンフレット配布を指導した。選挙運動の資金面で大きな不利に直面していた民主党の選挙運動は、ブライアンの演説力に大きく依存していた。前例に反して、ブライアンは激戦区であった中西部を中心に、 約600回の演説を行った。ブライアンは全国有税ツアーを考案し、27の州で500万人の聴衆に演説した。ブライアンは白人の南部、貧しい北部の農民、産業労働者、銀行府のコアリションを構築し、既得権益層と目された銀行や鉄道、そして共和党の献金構成に対抗した。自由銀は、 製品の対価としてより多くの賃金が支払われる農民からの支持を得たがインフレによる損失をこむる産業労働者の支持は得られなかった。マッキンリーは東部と工業地帯の中西部のほぼ全域を接し国境と西海岸でも検討した。ブライアンは南部と山岳州中西部の小麦栽培地域を席巻した。リバイバル派のプロテスタントは ブライアンの半ば宗教的なレトリックに歓声を上げた。マイノリティの有権者たちは、より繁栄した農民や急成長する中産階級と同様に、新たな繁栄から自分たちを排除しないと約束したマッキンリーを支持した。1896年選挙結果マッキンリーは、一般投票の51%と選挙人271票を獲得し、大差をつけて、 選挙に勝利した。しかし、民主党員は、ブライアンの敗北後も支持者に忠実であり、多くの手紙が彼に1900年の大統領選挙への再出馬を促した。ウィリアムの弟、チャールズ W ・ブライアンは支持者のカードファイルを作成し、ブライアン家はそれから30年間、定期的に手紙を送ることになった。ジェームズ・ウィーバーを含む多くの人民党員が、ブライアンに続いて、 民主党に入り、他の党員は、友人ィ・デーブスに続いて、社会党に入った。米西戦争農民の経済状況が改善され、クロンダイクゴールドラッシュの影響もあって、1896年以降、自由議員は、選挙問題としての効力を失った。1900年、マッキンリー大統領は、金本位政法に署名し、アメリカは金本位政国に移行した。ブライアンは、 民主党の人気を維持し、彼の支持者は全国の党組織を掌握していたが、当初は自由議員を政局から外すことに抵抗した。スペインとのキューバ独立戦争が続く中、多くのアメリカ人がキューバ独立を支持していたため、外交政策が重要な問題として浮上した。ハバナ港におけるメイン号の爆発を受けて、アメリカは1898年4月にスペインに宣戦布告し、 米西戦争が勃発した。ブライアンは軍国主義を警戒していたが、キューバの独立を長く支持しており、この戦争を支持していた。彼は、世界中に正義が定着するまでは、普遍的な平和は訪れない。すべての土地で権利が勝利し、すべての心を愛が支配するまで、政府は最後の手段として力に訴えなければならないと主張した。 サイラス・エーホルカム知事の要請により、ブライアンは、ネブラスカ州兵のために2000人規模の連隊を募集し、連隊の兵士たちはブライアンを隊長に選出した。ブライアン大佐の指揮のもと、連隊は、フロリダのキャンプキューバ・リブレに移送されたが、連隊がキューバに派遣される前に、米西戦争が終結した。ブライアンの連隊は、終戦後も数ヶ月間フロリダに泊まったため、 1898年の中間選挙でブライアンが積極的な役割を果たすことができなかった。ブライアンはアメリカとスペインがパリ条約に調印した後、1898年12月に隊長を辞任してフロリダを去った。ブライアンはキューバの独立を目指す戦争を支持していたが、パリ条約によって米国がフィリピンの支配権を得たことに憤慨していた。 多くの共和党員は、米国にはフィリピンを文明化する義務があると考えていたが、ブライアンは、米国の帝国主義に強く反対した。フィリピン併合に反対していたにもかかわらず、ブライアンは支持者に、パリ条約の批准を促した。ブライアンの支持を得て、この条約は、僅差の投票で批准され、米西戦争は、正式に終結した。1899年初頭 エミリオ・アギナルドの指導のもと、フィリピン人が列島に対するアメリカの支配を終わらせようとしたため、米非戦争が勃発した。米西戦争後のアメリカ本土及びその植民地。1900年大統領選挙1900年の保守派は、ブライアンの接中的なプラットフォームを嘲笑した。1900年民主党全国大会は、ミズーリ州カンザスシティで開催された。 ブライアンに反対する民主党の指導者たちは、ジョージ・ギューイ提督を大統領に指名することを望んでいたが、大会までにブライアンは目立った反対勢力に直面することなく、全会一致で党の指名を勝ち取った。ブライアン自身は大会には出席しなかったものの、ブライアンは電信を使って大会の議事をコントロールした。ブライアンは選挙運動において、 どのような問題に焦点を当てるかという決断を迫られた。彼の最も熱烈な支持者の多くは、ブライアンには自由議員運動を続けてほしいと考えていたが、北東部の民主党員たちは、ブライアンには反トラストに焦点を当てた選挙運動をするように進めた。しかし、ブライアンは、反帝国主義に焦点を当てた選挙戦を行うことにした。これは、 党内の派閥を統一し、一部の共和党員を寝返らせるためでもあった。党の綱領には自由議員を支持し、トラストに反対することが盛り込まれていたが、反帝国主義は選挙運動の最重要課題とされた。党はアドレイ・スティーブンソン元副大統領を副大統領候補に指名した。民主党の指名を受けての演説で、ブライアンは今回の選挙は、 民主主義と独裁政治の間の争いであると主張した。ブライアンはまた、米国のフィリピン併合を英国の13植民地支配と比較して強く批判した。ブライアンは、米国は帝国主義から手を引くべきであり、世界の進歩における最高の道徳的要因であり、世界の紛争の仲裁者として認められることを目指すべきであると主張した。1九百年までに、 ベンジャミン・ハリソン、アンドリュー・カーネギー、カール・シュルツ、マーク・トウェインなどを含むアメリカ反帝国主義同盟は、アメリカのフィリピン支配の継続に反対する国内の主要な組織として浮上した。同盟の指導者の多くは1896年にブライアンに反対し、ブライアンとその支持者に不信感を抱き続けていた。このような不信感にもかかわらず、 ブライアンの帝国主義に対する強い姿勢は、同盟の指導者たちのほとんどを民主党支持に向かわせた。再び、マッキンリー陣営は巨額の資金的優位を確立したが、民主党陣営は、またしても、ブライアンの演説力に大きく依存していた。典型的な1日では、ブライアンは4時間の演説を行い、短い演説を含めると6時間にもなった。1分間に、 平均175号、1日に6万3000号とも言われる演説量は新聞52ページ分に相当した。共和党の優れた組織と資金がマッキンリーの立候補を後押しし、前回の選挙運動と同様にほとんどの主要新聞はマッキンリーを支持した。ブライアンはまた共和党の副大統領候補、セオドアル・ウズベルトとも戦わなければならなかった。 ブライアンの判定国主には多くの有権者の心をつかむことができず、選挙戦が終わりに近づくにつれ、ブライアンはますます企業権力への攻撃にシフトしていった。ブライアンは再び都市部の労働者の有権者を求め、この国の少年たちを永遠の事務職に追いやった企業の利益に反対して投票するように言った。選挙日までにブライアンが勝つと信じていた人はほとんどおらず、 最終的にマッキンリーが再びブライアンを破って勝利した。1896年の選挙結果と比較すると、マッキンリーは一般投票率を上げ、ブライアンの故郷ネブラスカ州を含む西部にも進出した。有権者にとってはフィリピン併合の道徳性の問題よりも強力なアメリカの産業経済という共和党の考慮の方が重要であることが証明された。 この選挙はまた南部以外では共和党の組織的優位性が継続していることも確認された。1900年大統領選挙結果選挙後、ブライアンはジャーナリズムと演説に戻り頻繁にチャウタウクアサーキットに出演した。1901年1月、ブライアンは週刊誌ザ・コマナーの創刊号を発行したが、これはブライアンの長年の政治的 宗教的テーマを反映したものであった。ブライアンはこの新聞の編集者兼発行人を務めたが、ブライアンが旅行中は、チャールズ・ブライアン、メアリー・ブライアン、リチャード・メトカーフも編集業務を行っていた。同志は当時最も広く読まれた新聞の一つとなり、創刊から約5年後には14万5千人の購読者を誇った。同志の購読者層は、 中西部のブライアンの政治的基盤と大きく重なっていたが、同志の内容は北東部の大手新聞社から頻繁に転載されていた。1902年、ブライアンは妻と3人の子供たちと一緒にリンカーンにあるフェアビューという豪邸に引っ越した。ブライアンはこの家を西のモンティチェロと呼び、政治家や外交官を頻繁に招待した。1900年の敗北により、 民主党の明確な指導者としての地位を失った。ブライアンは、デビット・ビー・ヒルやアーサー・プエ・ゴーマンのような保守派が、党の支配権を、再び確立し、クリーブーランド時代の政策に戻そうと動き出した。一方、ルーズベルトは、1901年9月に、マッキンリーが暗殺された後、マッキンリーの後を継いで大統領となった。ルーズベルトは反トラスト事件を起訴し、 その他の革新主義的政策を実施したが、ブライアンは、ルーズベルトは革新主義を完全には受け入れていないと主張した。ブライアンは、連邦所得税の導入、純粋な食品、医薬品法の施行、企業による選挙資金提供の禁止、上院議員の直接選挙、公共事業の地方所有権、州によるイニシアチブと、 国民投票の採択を規定した憲法改正など一連の改革を求めた。また、ルーズベルトの外交政策を批判し、ルーズベルトがブッカーティ・ワシントンをホワイトハウスに招待して食事をしたことを攻撃した。1904年民主党全国大会に先立ちニューヨークの判事であり、デビット・ヒルの保守派の名優であったアルトン・パーカーは、 民主党の筆頭候補と見られていた。保守派は、ブライアンが出版家のウィリアム・ランドルフ・ハーストと手を組み、パーカーの指名を阻止するのではないかと危惧していた。ブライアンや他の進歩派をなだめるため、ヒルは金本位制への言及を省略し、トラストを批判した投稿料に合意した。パーカーは民主党の指名を獲得したが、ルーズベルトは、 南北戦争以来最大の一般投票差で選挙に勝った。パーカーの乾杯はブライアンの正当性を証明したが、ブライアンは選挙後にザ・コマナーが見に近県政治と妥協してはならないという読者への忠告を掲載した。1903年、ブライアンはヨーロッパを訪れ、レフトルストイなど、ブライアンの宗教的、政治的見解に共感した人物たちと会った。 1905年、ブライアン一家は世界一周の旅に出てアジアとヨーロッパの18カ国を訪問した。ブライアンはこの旅の資金を講演料と週刊誌に掲載された旅行記の原稿料で賄った。1906年に米国に戻ったブライアンは大勢の人々に迎えられ、1908年の民主党大統領候補として広く注目されるようになった。 1904年以降、マックレーカーの影響も手伝って、有権者は革新主義的な考えにますます寛容になっていた。ルーズベルト大統領自身は、鉄道料金や食肉加工工場に対する連邦政府の規制を支持し、左派に傾いていた。しかしブライアンは、銀行や証券の連邦規制、組合組織者の保護、高速道路建設や教育への連邦支出など、 より広範囲な改革を支持し続けた。ブライアンはまた、ドイツと同様の方法で鉄道の州と連邦の所有権を支持することを簡潔に表明したが、党内の反発に直面してこの政策を取り下げた。1908年のブライアン。ルーズベルトは一部の企業指導者を損害しながらも多くの有権者からの支持を得て、ウィリアム・タフト国務長官を後継者に指名した。一方、 ブライアンは民主党への支配力を回復し、多くの地元民主党組織の支持を獲得した。保守的な民主党員たちは再びブライアンの指名を阻止しようとしたが、大替候補を擁立することはできなかった。1908年の民主党全国大会の最初の投票で、ブライアンは大統領候補に指名された。副大統領候補には、スイング州、ステートである、 インディアナ州の上院議員ジョン・ W ・カーンが指名された1908年民主党全国大会で演説するブライアン。1908年選挙結果ブライアンは長年の信念を反映した党の綱領で選挙運動を行ったが共和党の綱領は進歩的な政策も提唱しており、二つの主要政党の間に違いはほとんど見られなかった。 両党が異なっていた問題の一つは、預金保険に関するもので、ブライアンは国立銀行に預金保険の提供を義務付けることを指示していた。ブライアンは党指導者を大部分統一することができ、彼の親労働政策はアメリカ労働総同盟が出した史上初の大統領支持を獲得した。これまでの選挙運動と同様に、ブライアンは立候補を後押しするために、 公の場での演説ツアーに乗り出した。後に、タフトもこの路線を追従することになる。自分の勝利を確信していたブライアンだが、最終的にはタフトが勝利を収めた。ブライアンは、都市部の労働者の支持を集めることができなかったため、ソリッドサウス以外の州では、ほんの一握りの州でしか勝利を得ることができなかった。ブライアンは、南北戦争以来、主要政党の候補者として、 アメリカ大統領選挙で3度も敗北した唯一の人物となった。修正第12条批准以降にまで時期を広げても、党候補に3回指名されながら、本選挙で全て敗北したのは、ブライアンとヘンリー・クレイのみである。3回の選挙でブライアンに投じられた、選挙人、票493票は、一度も当選したことのない、大統領候補者の中では、最多得票である。 しかし、ブライアンは民主党政治に影響力を持ち続け、1910年の中間選挙で民主党が会員を掌握すると、関税削減を主張するために会員に登場した。生涯にわたって酒を飲んでいたブライアンは、多くの民主党員の間で禁酒法が不人気であったこともあり、以前は禁酒法を支持することを控えていたが、1909年、ブライアンは、 初めてこれを支持することを公にした。電気作家パオロコレッタによると、ブライアンは禁酒法が個人の身体的健康と道徳的向上に寄与し、市民の進歩を促し、種類の売買に関連した悪名高い悪用を終わらせると心から信じていたという。1910年には彼は女性参政権を支持した。ブライアンはまた有権者に、 直接の発言権を与える手段として、イニシアチブと国民投票の導入を支援する法案を求め、1910年にはアーカンソー州ホイッスルストップで遊説を行った。タフト大統領を含む一部の者は、ブライアンが4回目の大統領選挙に出馬するのではないかと推測したが、ブライアンはそのような意図はないと繰り返し否定した。 1912年民主党全国大会に出席するブライアン。共和党内の対立が深まるにつれ、民主党が大統領選に勝利する絶好のチャンスが訪れた。ブライアンは民主党の大統領候補にこそ立候補しなかったが、党内での影響力を維持していたため、民主党の候補者選びに一役買っていた。ブライアンは党内の保守派が1904年の時のように、 自分たちの好きな候補者を指名するのを阻止しようとした。ブライアンは現実的な理由とイデオロギー的な理由から、オスカー・アンダー・ウッド、ジャドソン、ハーモン、ジョセフ・ダブル・フォークの立候補を支持せず、ウッド・ロー・ウィルソン・ニュージャージー州知事と、チャンプ・クラーク会議長が、ブライアンの支持取り付け争いを演じた。クラークは、会議長として、上院議員の直接選挙や連邦所得税の、 創設を定めた憲法改正案を可決するなど進歩的な業績を挙げていた。しかし、クラークは関税の引き下げに失敗したことでブライアンをうとんじており、ブライアンはクラークを保守的なビジネス界に過度に友好的であると考えていた。ウィルソンは過去にブライアンを批判していたが、彼は知事として強力な進歩的な業績を残していた。 1912年の民主党全国大会が近づくにつれ、ブライアンは大統領を目指すことを否定し続けていたが、多くのジャーナリストや政治家は、ブライアンが行き詰まった大会が自分に目を向けることを望んでいるのではないかと疑っていた。大会開始後、ブライアンは JP アポント・モーガン、トーマス・カイ・ライアン、オーガスト、ベルモントなど特権を求めたり、 便宜を図ったりする階級の代表者やそのような人物の下にいる候補者の指名には反対するという決議の可決を促したのである。クラークとウィルソンは民主党大会で行われた最初の数回の大統領選投票でほとんどの大議員の支持を得たがそれぞれ必要な3分の2の賛成票には届かなかった。たまにイホールとニューヨーク大議員団がクラーク支持を表明した後 ブライアンは、ウィルソン支持を表明した。ブライアンはその理由として、選出された時に、反毛ガンライアンベルモント決議を絶対に、党内の阻害なしに実行できないような人物の、指名には加担できないと述べている。ブライアンの演説は、クラークからの長期にわたるシフトの始まりとなった。ウィルソンは40回以上の投票を経て、ついに大統領候補として指名されることになった。 ジャーナリストたちは、ウィルソンの主たる勝因をブライアンに求めた。1912年の大統領選挙で、ウィルソンは、タフト現大統領、及び新ポ党から出馬したルーズベルト元大統領と対戦した。ブライアンは、ウィルソンのために、西部全域で選挙活動を行う一方、民主党候補者に様々な問題について助言を与えたのである。共和党が分裂したことで、 ウィルソンは大統領の座を獲得し、一般投票では41.8%しか得られなかったにもかかわらず、400以上の選挙人を獲得した。同時に行われた連邦議会選挙では、民主党は下院で過半数を拡大し、上院でも主導権を獲得し、1890年代初頭以来の統一政府を実現した。 大統領に就任したウィルソンは、ブライアンを国務長官に任命した。ブライアンは、広範囲にわたる遊説経験と党内での人気、そして1912年の選挙で、ウィルソンを支持したことから、政権の最高位である、国務長官にふさわしい人物であった。ブライアンは、ワシントンに150人、海外の大使館に400人の職員を抱える、国務省の責任者となった。 就任早々、大統領と国務長官は、タフト大統領のドル外交を否定するなど、外交政策の目標について、ほぼ一致していた。ブライアンの協力を得て、関税率の引き下げ、所得税の累進課税、新たな反トラスト法の導入、連邦準備制度の設立などの法律を成立させた。ブライアンは、連邦準備制度理事会のメンバーを任命する、権限を 民間の銀行家ではなく大統領に与えた件で特に大きな影響力を発揮した。ウッドロー・ウィルソン大統領はブライアンを国務長官に任命した。1914年第一次大戦勃発の法に接するブライアンを描いた風刺画。ブライアン国務長官はすべての紛争を調査委員会に提出することを義務付ける二国間条約の締結を進めた。 ブライアンはすぐに大統領と上院の承認を得て、1913年半ばにエルサルバドルがブライアンの条約に署名した最初の国となった。これに続き、ドイツとオーストリア・ハンガリーを除いたヨーロッパの大国を含む29カ国が条約に調印した。紛争を嫌うブライアンだが、ハイチ、ドミニカ共和国、メキシコへの米国の介入を指揮した。ヨーロッパで、 第一次世界大戦が勃発すると、ブライアンは一貫してアメリカの中立を主張した。ブライアンの指示を受けたウィルソンは、当初は紛争に巻き込まれないように努め、アメリカ人に思考と行動の両面で公平であることを求めた。1914年の大半、ブライアンは戦争を交渉で終わらせようと試みたが、同盟国と中央集権国の指導者たちは結局、 アメリカの仲裁には興味を示さなかった。ブライアンは中立の立場を堅持していたが、ウィルソンをはじめとする政権内の人々は次第に連合国に同調するようになっていった。1915年3月、ドイツの U ボートがアメリカ人を乗せたイギリスの旅客船を沈めたスラッシャー号事件はアメリカの中立の立場に大きな打撃を与えた。1915年5月には、 ドイツの U ボートがルシタニア号を撃沈し128人のアメリカ人が亡くなったことで反ドイツ感情がさらに高まった。しかしブライアンはイギリスのドイツ封鎖はドイツの U ボートによる無差別攻撃と同じくらい攻撃的であると主張し、またイギリス戦を利用することはアメリカ市民が自国のことよりも自分の仕事を優先させることで 自分の利益のために不必要なリスクを引き受け、自国を国際的な問題に巻き込むことになると主張した。ウィルソンがドイツに抗議の公式書簡を送り、アメリカ人がイギリスの船に乗らないように公に警告することを拒否したため、ブライアンは1915年6月8日に、ウィルソンに辞表を提出した。1916年の大統領選挙では、 金主党がブライアンを大統領候補に推薦しようとしたがブライアンは電報でその申し出を拒否した外交政策の違いにもかかわらずブライアンはウィルソンの再選運動を支持した1916年民主党全国大会ではブライアンは公式代表として出席しなかったものの大会規則を中断して演説を行いウィルソンの国内政策を強く擁護する内容の 演説を行い、好評を博した。1916年の選挙戦では、ブライアンは、ウィルソンの代理として、主に、ミシシッピ側異性の聴衆を対象に数十回の演説を行った。最終的に、ウィルソンは、共和党のチャールズ・ウェバンズ・ヒューズ候補に、僅差で勝利した。1917年4月に、アメリカが第一次世界大戦に参戦すると、ブライアンはウィルソンに、 戦争の重荷と危険の一部を担うことが市民の義務であると考え、ここに私は政府に奉仕します。私が必要とされる時にはいつでも二等兵として登録し、私にできる仕事を割り当ててくださいと書いた。ウィルソンはブライアンを連邦政府の役職に任命することを拒否したが、ブライアンはスピーチや記事を通じて、 戦争活動を公的に支援するというウィルソンの要請に同意した。戦後、ブライアンはいくつかの懸念はあったものの、アメリカを国際連盟に加盟させようとするウィルソンの試みを指示したが、これは失敗に終わった。退任後、ブライアンは1日8時間労働、最低賃金、労働組合のストライキ権、さらには女性参政権や禁止法などの主張に、 多くの時間を費やした。1917年、連邦議会は全国的な禁止法を定めた憲法修正第18条を可決した。その2年後には女性に全国的な選挙権を与える修正第19条が議会で可決された。両修正条項は1920年に批准された。1920年代、ブライアンはさらなる改革を求め農業補助金、 生活賃金の保障、政治運動への完全な公的資金の提供、法的な男女差別の撤廃などを要求した。禁酒主義者やその他のブライアン支持者の中には、1920年の大統領選挙にブライアンを推挙しようとする者も,もおり、1920年半ばに行われたリテラリーダイジェスト誌の世論調査では、ブライアンは、 民主党候補として4番目に人気があるとされていた。しかし、ブライアンは公職に就くことを辞退し、もし私がこの世界からアルコールを追放し、その後、戦争を追放するのを助けることができるならば、どのような職も、どのような大統領職も、私に与えられる名誉を提供することはできないと書いた。1920年民主党全国大会に、 ネブラスカ州からの代表として出席したが、修正第18条の批准を支持しなかった、ジェームズ・コックス知事が指名されたことに失望した。ブライアンは近主党の大統領候補を辞退し、コックスの選挙運動も拒否した。1920年の選挙戦は30年以上にわたってブライアンが積極的に選挙運動をしなかった初めての大統領選挙となった。 1920年以降は民主党の政治にあまり関与しなくなったが、1924年の民主党全国大会にはフロリダからの代表として出席した。ブライアンはクー・クラックス・クランを非難する決議案の秘訣に貢献したが、それは彼がクー・クラックス・クランはすぐに解散するだろうと予想していたからであり、彼はクー・クラックス・クランを嫌っていたが、 公に攻撃することはなかった。また、ブライアンは、アル・スミスの立候補に強く反対したが、これはスミスが、禁止法に適意を持っていたからである。100票以上の投票の結果、民主党大会は、保守的なウォール街の弁護士、ジョン・ W ・デイビスを指名した。保守派のデイビスと進歩派のバランスを取るために、大会は、ブライアンの弟であるチャールズ・ W ・ブライアンを、副大統領に指名した。 ブライアンは、デイビスが指名されたことには失望したが、弟の指名には強く賛同し、多くの選挙演説を行った。デイビスは、共和党のカルビン・クーリッチ大統領と、第三党のロバート・エムラ・フォレット候補を相手に29%の、得票率しか得られず、民主党史上最悪の敗北を起死した。1913年、フロリダ州マイアミに建設した、ブライアンの邸宅。 ネブラスカの厳しい冬の間に悪化するメアリーの健康状態に対処するため、ブライアン夫妻は1909年にテキサス州ミッションに農場を購入した。メアリーの関節縁のため、1912年、ブライアン夫妻はフロリダ州マヤミにビラセレナと呼ばれる新しい家を建て始めた。ブライアン夫妻はここを永住の地とし、 チャールズ・ブライアンはリンカーンからザ・コモンマーが身を監督し続けた。ブライアン夫妻は YMCA の募金活動を主導したり、頻繁に一般の人々を自宅に招いたりして、マイアミ市民として積極的に活動した。ブライアンはジョージ・イ・メリックが計画していたコーラル・ゲイブルズのスポークスマンを務めるなど、高額な講演活動を行っていた。 彼の活動は1920年代のフロリダにおける不動産ブームに貢献したと思われるが、1925年にブライアンが亡くなってから数ヶ月でそのバブルは崩壊してしまった。ブライアンは1914年から1925年に亡くなるまでワシントン DC にあるアメリカン大学の理事会メンバーを務めた。ウォーレン・ハーディングや セオドアルーツベルトと同僚だった期間もあった。ブライアンフ氏1920年代に入ると、ブライアンは政治活動から離れ、アメリカで最も著名な宗教家の一人となった。ブライアンはマイアミで毎週聖書教室を開き、宗教をテーマにした本を何冊も出版した。また、ブライアンはラジオで信仰を説いた最初の人物の一人であり、全米の聴衆を魅了した。 ブライアンはプロテスタント以外の宗教が普及することを歓迎していたが多くのプロテスタントが聖書根本主義を否定していることに強い懸念を抱いていた。歴史学者のロナルド・エルナンバーズによればブライアンは21世紀の現代の創造論者のような原理主義者ではなかった。むしろ彼は日例創造主義者という表現の方が適切である。 ブラドレー・ジェロングフィールドは、ブライアンは、進学的に保守的な社会的福音主義者であったと推測している。晩年のブライアンは、チャールズ・ダーウィンの進化論を公立学校で教えないようにしようとする運動の非公式なリーダーとなった。ブライアンは、以前から、ダーウィンの理論に懐疑と懸念を示しており、1909年の有名なチャウタンクアでの講演、ザ・プリンス・オブ・ピースの中で、 進化論は道徳の基礎を崩す可能性があると警告した。ブライアンがダーウィンの自然淘汰による進化論に反対した理由は二つある。第一に、ブライアンは人間が進化によって加工してきたという唯物論的な説明は聖書の天地創造の記述に真っ向から反していると考えていた。第二に、ダーウィン進化論を社会に適用した社会進化論は 憎しみや対立を助長し、貧しい人々や抑圧された人々の社会的、経済的な上昇を阻害する諸悪の根源であると考えた。ブライアンはダーウィニズムに反対する運動の一環として、公立学校で進化論を教えることを禁止する法律を州や地方で制定するよう求めた。ブライアンは反進化論の法律に刑事罰を加えることを控えるよう議員に要求し、 また教育者が進化論を事実としてではなく仮説として教えることを認めるよう求めた。もっとも公立学校で進化論を教えることを禁止するブライアンの呼びかけに応じたのは南部の5つの州だけだった。ブライアンは大学だけでなく教会の中でも進化論が広まっていることを心配していた。19世紀の自由主義神学、特に高等批評の発展により、 多くの聖職者が進化論を受け入れ、それがキリスト教と矛盾しないと主張するようになっていた。長老派の長老を長く務めていたブライアンは、これに終止符を打つべく、当時、原理主義、近代主義論争に巻き込まれていた、米国長老派協会の総会議長に立候補することを決意したのである。ブライアンの主な競争相手は、オハイオ州ウースター大学の学長。 チャールズ会ウィシャート氏であった。ウィシャート氏は大学で進化論を教えることをこわだかに指示していた。ブライアンは451対427でウィシャートに敗れた。ブライアンは進化論を教えている学校への資金援助を停止するという提案を承認することができなかった。その代わり、総会では唯物論的進化論を支持しないと発表した。 シンカロン裁判シンカロン裁判でクラレンスダローから尋問を受けるブライアン。1925年7月10日から7月21日までブライアンは世間を騒がせたシンカロン裁判に参加した。この裁判では公立学校でシンカロンを教えることを禁止したテネシー州の法律バトラー法の是非が争われた。被告のジョンティースコープスはテネシー州デートンで 生物学の臨時教師をしていたときに、バトラー法に違反した角で起訴された。スコープスの弁護には、アメリカ自由人権協会が資金を提供し、有名な弁護士、クラレンス・ダローが、弁護人としてついた。スコープスが、バトラー法に違反していることは誰もが認める、ところだったが、ダロー弁護士は、バトラー法が修正第一条に違反していると、主張した。ブライアンは、 親が学校で教える内容を選択する権利を擁護し、ダーウィニズムは単なる仮説に過ぎず、ダローやその他の知識人は聖書が与えるあらゆる道徳的基準を無効にしようとしていると主張した。弁護側はブライアンを証人として呼び、聖書の文字通りの意味を信じるかどうかを尋ねたが、裁判官は後にブライアンの証言を削除した。最終的に裁判官は陪審員に 有罪の氷決を下すよう指示し、スコープスはバトラー法違反で100ドルの罰金を科せられた。全米のメディアはこの裁判を詳細に報道し、HL 面権はブライアンを南部の無知と反知性主義の症状と揶揄した。南部の多くの新聞もブライアンの裁判でのパフォーマンスを批判した。メンフィスコマーシャルアピール氏は、ダローはブライアンが 世界の科学についてほとんど知らないことを示すことに成功したと報じた。ブライアンは裁判で最終弁論をすることは許されていなかったが自分がしようとしていたスピーチの出版を手配した。その出版物の中でブライアンは科学は壮大な物質的な力だが道徳の教師ではないと書いている。進化論裁判の後ブライアンはテネシー州で数回演説を行った。 1925年7月26日、ブライアンはデートンの教会の日曜礼拝に出席した後、脳一血のため睡眠中に亡くなった。ブライアンの遺体はデートンからワシントン DC まで、鉄道で輸送のウェアーリントン国立墓地に埋葬され、墓標には政治家でありながら真実の友である。魂は誠実に、行動は忠実に、名誉は明快に、 反対側には彼は信念を貫いたという碑文が刻まれた。ブライアンは1925年に亡くなるまで妻のメアリーと結婚生活を続けた。メアリーは夫の重要な相談相手となり、司法試験に合格したり、ドイツ語を学んだりして夫のキャリアに貢献した。彼女は1930年に亡くなり、夫、ウィリアムの隣に埋葬された。 ウィリアムとメアリーには3人の子供がいた。ルースは1928年に会議員に当選し、その後、フランクリン D ・ルーズベルト大統領時代にはデンマーク大使を務めた。ウィリアム2世はジョージタウン大学法学部を卒業後、ロサンゼルスで弁護士事務所を設立し、後に連邦政府職員を歴任し、ロサンゼルス民主党の重要人物となった。 グレースも南カリフォルニアに移り住み、父の伝記を執筆した。ウィリアムの弟チャールズは、ウィリアムが亡くなるまで兄を支える重要な存在で、あると同時に、自らも有力な政治家として活躍した。チャールズは、リンカーン市長を2期、ネブラスカ州知事を3期務め、1924年の大統領選挙では、民主党の副大統領候補となった。妻、 メアリー・ベアード・ブライアン・ルース・ブライアン・オーウェン・ウィリアム、ブライアン2世、グレース・ブライアン・テネシー州デートンにある、テネシー州レア軍裁判所の芝生に立つ、ブライアン・ゾー・ブライアンは、生前からその実績について様々な意見が飛び交い、評価も一致していない。作家のスコット・ファリスは、多くの人がブライアンを理解できないのは、彼が、社会の中で稽古な空間を占めているからである。今日の宗教者にとっては、 リベラルすぎると論じている。ジェフ・テイラーは、ブライアンが福祉国家の先駆者、ニューディールの先駆けであるという見方を否定する一方で、ブライアンは民主党の前任者たちよりも介入的な連邦政府を受け入れていたと論じている。しかし、電気作家のマイケル・カズンは以下のように指摘する。ブライアンは、労働者階級や中産階級の普通のアメリカ人の福祉のために、 連邦政府の権限を恒久的に拡大することを主張した最初の主要政党のリーダーであり、グローバー・クリーブランドの没落からウッドロー・ウィルソンの当選までの間に他の誰よりも多くのことを行い、党を自由放任主義の防波堤からフランクリン・ディ・ルーズベルトとその思想的系譜に見られるようなリベラリズムの状態に変えた。 カズンは1890年代半ばに始まり1920年代初頭まで続いた革新主義時代にブライアン以上に政治と政治文化に大きな影響を与えたのはセオドアル・リューズベルトとウッドラオ・ウィルソンだけであると論じている。1931年元財務長官のウィリアム・ギブス・マカドゥーは大統領に就任した人物たちを除いてブライアンは 他のどのアメリカ市民よりも過去40年間の公共政策の形成に関わったと述べている。歴史学者のロバート・ D ・ジョンストンは、ブライアンはグレート・プレーンズ出身者の中で間違いなく最も影響力のある政治家であると指摘している。2015年、政治学者のマイケル・ G ・ミラーと歴史家のケン・オー・ウェンは、ブライアンをアレクサンダー・ハミルトン、ヘンリー・クレイ、 ジョン・カルフーンと並んで大統領を務めたことのないアメリカで最も影響力のある4人の政治家の一人として位置づけた。また、カズンはブライアンの影響力の限界を強調し、死後何十年もの間、著名な学者やジャーナリストは、ブライアンをすでに過ぎ去った時代を維持することを絶望する独善的な愚か者として描いていたと述べている。2006年、 編集者のリチャード・リングマンは、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンは、主に、風を継ぐもので、フレデリック・マーチが演じた狂信的な老いぼれとして、記憶されていると指摘した。同様に、2011年、ジョン・マクダーモットは、ブライアンはおそらく、スコープス裁判で、テネシー州を代表した、汗臭い変人弁護士として最もよく知られている。想像論を擁護した後、汗かきの肥満体で、 虚無感漂う姿として、風刺画に描かれ、嘲笑の的となったと書いている。スコープス裁判でのブライアンの行動はともかく、その動機については、1920年代に多くの進化論者が支持していた、優勢学をブライアンが否定したことから、学者たちは、次第にブライアンに、好意的になってきたとカズンは書いている。カズンはまた、ブライアンが、 ジムクロウ制度を受け入れたことが彼の遺産に与える汚点を指摘している。彼の大きな欠点は1930年代後半までほぼすべての白人民主党員が共有していたジムクロウの悪性を反省を書いたまま指示したことであった。1925年にブライアンが亡くなった後、左派の知識人や活動家の多くはブライアンに影響を与えた。 聖典の聖読に基づいた厳格な大衆的な道徳観を否定した。FDR の時代から現在に至るまで、リベラルやラディカルな人々は、この心情をナイーブで偏屈なもの、つまり過ぎ去った、あるいは過ぎ去ったはずの白人プロテスタント市上主義の時代の名残であると軽蔑する傾向にある。しかし、両党の著名人たちは、ブライアンとその遺産を称賛している。 1962年、ハリー・エス・トルーマン元大統領は、ブライアンは偉大な人物であり、偉大な人物の一人であると述べた。トルーマンはこうも言っている。ビル・ブライアンがいなかったら、今のアメリカには、リベラリズムは存在しなかっただろう。ブライアンはリベラリズムを存続させてくれたんだ。オハイオ州クリーブランドの進歩的な市長であった、トム・エル・ジョンソンは、 1896年のブライアンの選挙戦を特権階級に対する我が国の大衆の最初の大きな戦いと称した。フランクリン・ディ・ルーズベルト大統領は1934年にブライアンの記念館を寄贈するスピーチの中で次のように述べている。私たちは彼に最もふさわしい言葉として誠意という言葉を選ぶと思います。その誠意こそが 見せかけや特権、誤りに対する彼の生涯にわたる戦いに大いに役立ったのです。その誠実さこそが彼を同世代の善なる力とし、私たちが今日気づいている古代の信仰の多くを生かしたのです。私たちは彼が前線したこと、進むべき道を守り抜いたこと、そして信仰を守ったことに同意することができます。最近では、ラルフリードのような共和党保守派が、 ブライアンの遺産を賞賛しており、リードはブライアンを20世紀で最も重要な福音派の政治家と評している。また、ブライアンのキャリアはドナルド・トランプと比較されることも多い。ジェローム・ローレンスとロバート・エド・ウィンリーによる1955年の議曲、風を継ぐものはマッカーシズムに対抗して書かれたスコープス裁判のフィクションである。ブライアンをモデルにしたネブラスカ州出身の 大統領候補、マシュー・ハリソン・ブラギが、進化論を教えている若い教師を告発するために、小さな町にやってくる。彼は有名な裁判弁護士ヘンリー・ドラモンドに、反対され、皮肉屋の新聞記者に嘲笑され、裁判は、全国的な注目を浴びることになる。1960年に、スタンリー・クレーマー監督により、映画化され、ブラディ役にフレデリック・マーチ、ドラモンド役に、 スペンサー・トレーシーが出演した。経済学者、歴史家、文芸評論家の間では、エル・フランク・ボームが1900年に出版されたオズの魔法使いの中で、ブライアンを臆病なライオンとして風刺したのではないかと言われている。これは、ボームが共和党支持者であり、ジャーナリストとして、ウィリアム・マッキンリーとその政策を支持していたという経歴にも基づいている。ブライアンは、 ジャグラス・ムーアが1956年に発表したオペラザ・バラード・オブ・ベビードーに登場する人物である。また、ジョン・ドスパソスの USA 三部作のザ・ 42ND パラレルでもブライアンは電気的な役割を果たしている。バチェル・リンゼの歌詞であるブライアン、ブライアン、ブライアン、ブライアンは彼の青春時代のアイドルに捧げる長編詞である。エドウィン・マクスウェルは 1944年の映画、ウィルソンでブライアンを演じ、アインズリー・プライアーは、CBS のアンソロジーシリーズ、ユー・アー・ゼアの1956年のエピソードで、ブライアンを演じた。マーサ・ソークプの短編小説、プラウ・シェールと、小説、ジョブの一部や、ロバート・エイ・ハインラインの小説、エイ・コメディ・オブ・ジャスティスの一部は、ブライアンが、大統領になった世界を舞台にしている。また、ブライアンは、 ドナルド・アール・ベンセンのアンド・ハビング・リッドにも登場する。ネブラスカ州にあるウィリアム・ジェニングス・ブライアン邸は1963年に米国の国定歴史建造物に指定された。ブライアン・ホーム・ミュージアムはイリノイ州セーラムにあるブライアンの聖火を利用した予約制の博物館である。セーラムにはブライアン・パークがあり、ブライアンの大きな像が設置されている。 1917年から1920年までノースカロライナ州アッシュビルにあったブライアンの自宅ウィリアム・ジェニングス・ブライアンハウスは1983年に国家歴史登録罪に登録された。またフロリダ州マイアミにあるブライアンの邸宅ビラ・セレナも国家歴史登録罪に登録されている。ブライアンの銅像は米国連邦議会議児童の国立彫像ホールで 国立彫像ホールコレクションの一部として、ネブラスカ州を代表している。2019年には、ナショナルスタチュアリーホールのブライアン像に代わって、チーフスタンディングベアの像が設置された。ブライアンは1971年に、ネブラスカ州の殿堂入りを果たし、その胸像が、ネブラスカ州議会議事堂に設置されている。ブライアンは、米国郵政公社から2ドルのグレート、 アメリカンズシリーズの切手で表彰された。オクラホマ州ブライアン郡、ネブラスカ州リンカーンのブライアンメディカルセンター、テネシー州デートにあるブライアンカレッジなど、ブライアンにちなんで名付けられたものや場所、人は数多い。また、ネブラスカ州ベルビューにあるオマハブライアン高校とブライアン中学校もブライアンにちなんで名付けられている。第二次世界大戦中には、 フロリダ州パナマシティにリバティ船が建造され、彼にちなんで命名された。ありがとうございます。